間さんを転んだをね、この自転車で今日やってみようという企画になります。だるまさんが転んだ。うわフレームチャンネルへようこそ。自転車技師声優の岡田正孝です。関西出身ローディのゆかりです。自然大好きヤッホーカレンです。今日は何をするんですか、はい、こんな公園で。2人ともイカゲームって知ってます？海岸近くで開催されてるあの例のゲームですか？ちょっとカレンちゃん何言ってるか分かんないけど韓国のドラマなんですけど。あ、ドラマなんだ。あいつはなんかだるまさんが転んだみたいなやつでしょ。あ、そう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 、だいろんな、まあ、ゲームがあって、それその中の一つ、さっき言っただるまさんを転んだをね、この自転車で今日やってみようという企画になります。イカゲームにあやかって。そう、あやかって、はい、すごいいい笑顔でできるかな。できる、うん、できる。だって自転車も一緒じゃないですか、人と。何がそっかそっか、きっとできますよ。できるできる、やりましょうよさあじゃあやってみましょうか。はい、自転車でだるまさんが転んだ、レッツプレイ、イエーイ。ルールを説明します。はい、お願いします。普通にだるまさんが転んだと一緒なんですけれども、自転車を持って乗ってプレイしていただきます、うん、自転車乗るなり押すなりして鬼にこうだるまさんが転んだの合図で近づいていく、うん、タッチされた鬼は10秒数えてストップと叫びます、うん、そして鬼はタッチされたところから自転車一漕ぎで行けるところでプレイヤーをタッチしてください。一漕ぎで行けなかったら鬼は続投です。あー、続投か。はい、さあそれじゃあやってみましょう。はい、レッツライ、イエーイ。じゃあ第1回戦、岡田が鬼です。はい。行くよ。はい。だるまさんが転んだ。ヤホーさんが結構前進してる。だるまさんが転んだ。うわ、結構近い。早い。早。マジ。ゆかりさん乗れてねえけど。だるまさんが転んだ。うわー怖い怖い。これだるま 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ストップヤッホーさんのが近いかな。近い近い、カレンちゃんのが近い。ヤッホーさんのが近いな。よし、でもモグラがいる。モグラがいる。でも木のそばだから結構難しいぞ。一こぎで行きたいと思います。さあ、はい、行けるか、鬼、岡田。行きまーす。おりゃ行くんだー。あかんかったイエーイ。岡田、鬼、続投です。イエーイじゃあ、岡田、鬼、続投で第2回戦行きます。はい。だるまさんが転んだゆかりさん今怪しかったよ行くよ。だるまさんが転んだなんで一人シクロクロスやってんのだるまさんが転んだ。はい、ヤホーさん動いたイエーイ、カレンちゃん。いくよ。だるまさんが転んだ。うわ、動いてねえしだるまさんが転んだ。寄せてきてる、ちょっとずつだるまさんが転んだ。おお、だるまさんが転んだ。これさ、怖えわ、マジで怖っ。だるまさんが転ん1,3,4,5,6,7,8,9,10 はい、ストップやばい、怖い。これやかったな。これね、2人ともこれ射程圏内ですわ。行くぞ、おりゃー。シュー、こんにちは。ハイタッチ。ゆかりさんが鬼でーす。はい、では3回戦、ゆかりが鬼でーす。よし、来い、行っても来い。早すぎんだろ。はい。あっち向いてますけども。悔しい。だるまさんが転んだ。なんでそんなすってモデル立ちなの。だるまさん
もうちょい頑張れ頑張れヤホさん頑張れヤホさん。ヤホさん転んだ。俺もダッシュの準備してるからね。行きます。ダルマさんが転んだ。近い。行きます。はい。ダルマさん。木の向こうに逃げればすごくいいこと気づいた。トコギで行けない可能性も。余裕だった。タッチ。四回戦、ヤッホーが鬼です。四回戦、ヤッホー鬼です。さあ来い。だるまさんが転んだ。うん、だるまさんが転んだ。足上がってる。だるまさんが転んだ。ミュージカルの方ですか。だるまさんが転んだ。ゆかりさんどっか向いてる。だるまさんが転んだ。だるまさんが転んだ。だるまさんが転んだ。笑ってるんだけど。だるまさんが転んだ。だるまさんが転んだ。うわー、怖い。もうちょい見てたいこれ。だるまさんが転んだ。だるまさんが転んだ。怖い怖い怖い。だるまさんが転んだ。まだだっけ。怖い怖い。だるまさんが転んだ。乗ってる。なるほどね。だるまさんが転んだ。あ、待って待って待って。だるまさん。一三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 。タスタス。よっしゃー。むずい。むずい。ひとこぎって何？ひとこぎですよ。行きます。おおお。わわわ。いやー。ゆかりさん、ゆかりさん、タッチ。おにはい、ということで岡田くん、カレンちゃん、どうでした？いやね、想像以上に楽しかったですね。面白かったですね。しっかりあと息上がるっていうことに気づきましたね。もう30超えて童心に帰ったの。めっちゃ楽しかった。なぜかチャリ持ち上げてたもんね。はい、ということでこの動画を見てなんだか面白いことやってるなって思った方はグッドボタン。自転車を使ってもっと楽しみたいなと思った方もグッドボタン。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。それでは次回の動画もお楽しみに。イカゲーム関係なくなかったか。行こう行こう。タイトルだけ。チャンネル登録はこちら。おすすめはこちら。僕のおすすめはこちら。あ、ソーセージもいいっすね。